スノークルーズオーオンズは北海道をたるしにあるスキー場。はるか山の北陸に位置しており、石狩湾を望むことができるスキー場となっている。オーンズとはフランス語で11を意味している。例年は10月上旬から人工作り行き機を導入してゲレンデ整備を行い、北海道内で最も早い11月11日を木戸にオープンしている。また、 ナイターを午後11時まで営業しているなど、11にこだわったサービスを行っている。全日本スキー連盟や日本スノーボード協会公認のスキースノーボードスクールがある。1961年に北海道新聞社は遥か山に山荘、道心銀霊荘を開けそうし、1965年に子会社の遥か観光開発を通じて遥か道心スキー場を開設した。 翌年夏には、春香山道新公園として、日本国内で初めて、グラススキーを楽しむことができる場所としてオープンした。1989年に、スノークルーズオーオンズと解消し、1994年には、人工作り行き来を導入するなど、都市型のスキー場として営業していたが、2012年に、運営会社の次手の産協は、利用者の減少などによって、 スキー場の閉鎖を発表した。その後、マックアースがスキー場の譲渡を申し入れて存続することが決定した。閉鎖発表後、スキーやスノーボード愛好者、地元住民らが存続を望む署名活動を行い全国から1万6000人分の署名が集まったことも存続を後押しした。同年11月11日にはオープニングイベント復活祭を開催した。 2012から2013年シーズンは、多節に恵まれた上、シーズン券の値下げ、初心者コースの増設、無料送迎バスの増便、19歳のリフト券を無料にするキャンペーンの実施等、様々な施策の効果もあり、前年度の1.9倍となる92,210人の来場客を記録した。また、2013年以降、夏季に、ゲレンデに、 約30万株のユリを植栽し、オーンズ春香山ユリへを開園している。コース作動その他、麻生駅、宮の沢駅、手稲駅、青桶駅、千箱駅から、無料送迎バスを運行している。注釈出店。ありがとうございます。